メンヒベルクは、ドイツ連邦共和国バイエルン州ミルテンベルク軍に、属す市場朝。メンヒベルク行政共同体の本部所在地であり、州内で知られた、保養地である。メンヒベルクは、バイエルン州のシュペッサルト内に位置し、 軍庁所在地のミルテンベルクから 13km、アシャフフェンブルクから 30km、フランクフルトアムマインから 69km、ビュルツブルクから 76km の距離にある。シュマハテンベルク地区は1978年に合併した。隣接する市町村は西にクリンゲンベルクアムマインとエアレンバッハ、北にエッシャウ、東にコレンベルク、南にレルバッハである。 この町は公式には二つの地区からなる。いずれも小集落や孤立農場ではなく集落を形成している。メンヒベルク旧町役場この村はもともとビュールツブルグからベルトハイムを経由してアシャフフェンブルクに至る宿駅であった。元の名前はマンノ・ダバーといいマンノの建物を意味する。マンノは宿駅の最初の所有者であった。中世には 皇帝カール4世から裁判権を伴う都市権を授けられた。シュペッサルトに位置するこの町は林業都市工業で成り立っていた。しかし、偏僻な場所にあるためメンヒベルクはなかなか経済的に発展できなかった。その結果、都市権は返上させられ、現在も人口5000人強の町である。ただし、市場開催権だけはそのまま保留された。 現在も史壁が保存されており、例えば、ローゼンガルテンの音楽館の近くで見ることができる。また、例えばバロック様式の教区教会をはじめ、多くの中世からの建物や木組建築が残されている。シュマハテンベルクの教会シュマハテンベルク村は1298年に、初めて文献上に記録が残されている。1759年から1761年に、 特徴的なバロック教会が建設された。第二次世界大戦までシュマハテンベルクは完全に農業で成り立っていた。1978年までは独立した町村であったが、この年にメムヒベルクに合併した。1997年にシュマハテンベルクに新しい住宅地が設けられた。人口は450人でサークル活動が盛んな地区である。 メンヒベルクの町役場メンヒベルクの町議会は14議席からなる。メンヒベルク周辺の後継メンヒベルクの主要レクリエーション施設は1992年に改修されたシュペッサルトバートである。この他のレクリエーション施設として公営のテニス場、音楽館、水浴場がある。保養地としての知名度やシュペッサルトに位置することによりメンヒベルクはハイキングや 観光の人気の目的地となっている。メンヒベルク内及びその周辺には9 0トルに及ぶ遊歩道が整備されている。このほかメスペルブルンの水木、群長所在地のミルテンベルク、ワインの町クリンゲンベルクなど多くのハイキングの目的地がある。ありがとうございます。